どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。今私は、JFK 国際空港に行って、これからね日本へ帰るんですけども、今回はねルフトランザ合ってますか、ルフトランザの、ビジネスクラスのラウンジがね利用できるということで、今からね行きたいと思います。まあ、今回は、タクシーエラインの、ビジネスクラス搭乗で、指定ラウンジがね、スタイアランスということでルフトランザになっています。今ターミナル1なんですけどこんな感じになっています。では行ってみたいと思います。あ、もう目の前がラウンジなんですね。こんな感じとなっております。それでは行ってみたいと思います。で、これからフライトが30時間ぐらいあるんで、できればシャワーを浴びたい。はい、Enjoy your stay at the lounge. This is there is shower? There's upstairs. If you like, we're closing at 9:30, but if you like, you can head up upstairs, okay? Now is okay? Yeah, you can go. Ah, thank you. ではラウンジ入ることができました。早速ですね。まず今日も日中もずっと行動してたんで、シャワーでも浴びたかったのでシャワーを浴びに行きたいと思います。シャワー、あ、どういうことか。ありましたね、シャワー。使っていいのかな、ちょっと分かんないです、聞いてみましょう。じゃあシャワーに来ました。すごいですね、こんなにアメニティがあって、シャワーキャップとか歯ブラシとかいろいろありますね。全部使っていいという返答でしたので大丈夫かなと思います。それではちょっと入りたいと思います。シャワー室はこんな感じになってます。で、ここにシャンプーとかが出るんじゃないでしょうかね。多分そうだと思います。まあ、全体はこんな感じですね。軽くシャワー浴びさせてもらいました。ありがたいですね。炭酸水いただきます。うまいです。食べ物も充実していて結構広いの で利用者もね全然多くないんでいいですね。で、外にはね目の前に飛行機とかも見えて
とてもいい感じとなってます。食事もちょっといただきたいと思います。サラダに飢えてましたね。美味しいです。マカロニ、夜の便はあんまりないのかもしれないですね。利用者が全然いないですね。今利用してる人に多分5人とか6人とかそのもんですね。ありがたいですね。このラウンジはもちろん、スタイランスゴールド SFC 持ってる人もこのラウンジは利用できます。だからターキッシュエアラインでエコノミークラスとかに乗ってもここは利用できますね。それではね、出発までしばらくゆっくりしていきたいと思います。それではラウンジに出ました。今回は初めてウエストパンツのラウンジを利用させていただきましたけど、とても良かったですね。今この時間、今夜の11時ぐらいなんですけども、この時間になって初めて混んできた印象ですね。入った時はバラバラでしたね。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録、ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。